というわけでですね、ゴールデンウィークスペシャル、ということで、急遽、松竹さんに YMO の楽器についていろいろ聞いちゃいましょうという企画でございます。いやーなんかありがとうございます。ありがとうございます。随分また無謀な企画を。そうなんですよね。急に思いついたんですか。なんかこの間ちょっとお会いした時に何かやりたいですよねなんて話をしてから急遽急遽おとといの夜ですね。おととい夜に決まりました。すごいよね。でズームでちょっと、打ち合わせを簡単にさせてもらって、急にバタバタと、準備を進めました。ありがとうございます。松竹さんどうですか目の前に。これね多分もうお分かりだと思いますけども、プロフェットって4つバージョンがあるんですよね、はい、確か4世代っていうかな、はい、で、あ、僕が説明しちゃった。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。私の目の前にあるのがあのね、今映ってるこのいわゆるあのロゴを見ていただけると分かると思うんですが、それぞれ貼ってある位置がなんかずれてますよね。あと大きさも違ってると、うん、で私の手前にあるのがいわゆる第一世代のいわゆる1号機っていうかレブ1ってやつですね、はい、それからその奥にありますのがレブ2なんですよ。で、これは第二世代なんですけど、第一世代と第二世代ってね確かね1年ちょもうぐらいしかなんか製造してなかったかなと思うんですよ、うん、はい、その間がね。で2にすぐ変わっちゃったんですね。で僕が最初に購入したのがこのレブ2なんですよ。だレブ1は確か全世界でこれ何年ぐらいだったんですか。1000台ぐらい。レブ2は1000台。あ、レブ2じゃなくてレブ1は。レブ1はですね、シリア番号で1番から182番までと。182番まで。182台しか作んなかった。そういうことですね。ということはね、これね、実はね、あ、こっちだ。121ですよ。これ121の番がついてますから。まあ私も今日ですね、実はレブ1初めて見たんですよ。あ、そうですか。多分ね今見てる方もですね、多分レブ1って見たことある方とほとんどいらっしゃらないんじゃないですか。いや、僕が買ったのはレブ2からだったんで、レブ1はその前だったんですよ。だから1978年頃かな。だからちょうど YMO が、ソリッドステージサバイバーをレコーディングするその前、ほんのちょっと前に発売されたんですよ。でね、いいんですか僕ばっか喋ってて。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、すいません。ですね、その僕が買いたいと思った理由はね、まあいろいろあったんですけども、向こうのあのキーボードマガジンとかね、ああいう雑誌にもう今度新しいシンセが出るみたいなね、はい、そういう、 こう広告が載ってまして、ね、でそこにプロフェットって書いてあったんですよ。プロフェットどういう意味なんだ、一応で引きました、はい、預言者って書いてあったんですね、はい、はあ、預言者っていう名前をシンセの名前にするその会社もすごいなと思ってたんですけどもまあそれはちょっと置いといてですね、はい、でともかく、この音を初めて聞いたのがですね、あのウェザーリポートっていうバンドがあってですね、うん、はい、でジョー・ザーベンっていう人がエレキピアノね、あのフェンダーのローズですね、はい、あの上に、乗せてあったんですよ、このプロフェット5、うん、それで、あれね、神田共立講堂かな、今でもあるのかな、神田共立講堂って変わったこともないんですけども、なんかね、はい、あると思うんだ、はい、まあ、でもそこいわゆるね昔はねフォークとかね、そういう人たちがやる、場所だったんですよ。でそこにいきなりそのジョーザービネのウェザーリポートが来てですねやるってことで、まあ、見に行ったんですよ。そうしましたらそのさっき言ったようにローズの上に置いてあってソロを弾くと、はい、ものすごいでかい音がして、でこんな平べったいじゃないですか、はい、そんなシンセってあの時代あんまりなかったんで。あ、そうですね、はい、あのミニモーなんかこう立ったりとかね、してたんでね、ちょっと大きめにこう見えてるんですけど、こう平べったい、でものすごい音がしてですね、うわー、あのシンセサイザー欲しいなと思って、でまあライブが終わってから、まあ、あの時代はね前の方行ってこう見てもね大丈夫だったんで、幕とか閉まりませんでしたから、はい、そしたら
このプロフェットっていう字がね、あ、こ、あ、どっちなんだろう、こっち、あ、こっち側にあるのかな、これが貼ってあってですね、うわすごいなと、欲しい、買おう、買おうと。すごい。その松崎さん、そのところは、おいくつぐらいの時ですか。あれはいくつだろう、25、6ぐらい、25ぐらい、うん、だ、お前もやる前ですよね、うん、それで、欲しいと思ってですね、今からちょっとねまずい話をするかもしれないです。聞いたら忘れてくださいね。生放送ですから。あ、生放送ですか。あ、気をつけていただいて。じゃあ、録画止めてくださいみたいな。ですね、実はですね、値段決まってなかったんですよ。値段決まってないというか、はい、日本でのまだ日本では代理店のようはなかったってこと。ただ、向こうの雑誌には確かね4500とか、ね、5000ドル以内だったかな、はい、ぐらいの値段、うん、だったような気がする。だから、まあ 4000ドルとして、あの時代どいくらだったんだ、円が280円とか300円は言ってなかった。300円言ってない、もう、うん、250、60円かな、うん、200、まあ、じゃあ250円としましょう。そうすると4000ドルだから、 いくつかけると100万ぐらいでしょ、はい、うん、確かね100万円前後ぐらいで買えたんですよ、うんうん、向こうで買うとね。で高いじゃないですか、100万円って、はい、あの頃ね、ちょうど、ヤマハで言えば CS80、はい、それからローランドで言えばジュピター8が出た頃なんですよ、はい、そうすると、うん、まあ、そういうのシンセの値段とかね、当時のことをご存知の方はお分かりだと思いますが、だいたい100万円なんですよ、はい、確かにジュピター8って98万でしょ。で、CS80 が120万ぐらいだったんですよ、確かね、128万かな、128万、うん、なんか大体そのぐらい100万円前後ぐらいのコンピューターの数字になってたような、1ニッパー2本みたいな。マージャンの点数じゃないですか。マージャンの点数じゃないですか。分かる方は 笑うとこですから。ですね、それで、100万円ぐらいだ。で、まあ、まだ代理店がなかったんで、実はヤマハの、あ、具体的なこと言っちゃったの方に お頼みしてですね、買いたいから持ってきてくれないかと、はい、そしたらですね、あるバンドのですねキーボードの人が、自分で使うものはちゃんと、まあ、税関に申告したのかな、はいはい、僕の買おうとしてるやつは、無申告で、無申告で、出国して、出国して、うん、で持ってきてちゃって、はい、で私に、まあ、売っちゃった。あ、なるほど。で私はそれをお金出して買った、ということは密輸、密輸、もう時効ですから、時効ですから、もう40年近く前の話ですから、全然関係ありませんから、はい、今から追及して もうその楽器自体も存在してませんので、はい、ということでございまして、ね、出国するときにきちんと申告をして、帰ってくるときもちゃんと同じ楽器がありますよと、そうです、ことが正しいと。そうですね、昔ね YMO っていうバンドがね、はい、カップラーメンをねこんな箱にいっぱい入れて持ってったんですよ、はい、で向こうで食べちゃいました、はい、で持って帰ってきたら空箱になってた、はい、だから税関の人が、あれ、ここにカップラーメンが入ってたのどうしちゃったんだよ。カップラーメンまでやっぱ申告。そりゃそうです。あ、そうなんですか。そりゃそうです。だってもう何百個とか。あ、量がね。量がすごいから。はい、でそれを食べちゃって。はい、でも思ってたら、あれはじゃあどうしたんですか。いや食べました。いやそれは売ったのと同じだから。あ、そういう感じなんです。税金払ってください。そうです。持ってったものと同じものが持ってこないと罰なんです。ダメなんです。その融通効かないんですね。全然今でもダメですね。なんか富田先生が毛具を、持ってきた時にも、うん、最初止められてしまって、あ、そう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 、保管料払えと言われて、そうあれも先生怒ってましたからね。それは怒りますよね。ね、なんかね、はい、もうあの冗談じゃない、あんなの勝手に倉庫の中に入れたんだから、そんな私は払いたくないって言ったら、いやそれはそういうわけにいかないんですっていう。なんか中金で切られて、引っ張られて持ってかれてですね、そこの駐車料金払わされるのと同じ感じですかね。いい例です。いい例ですね。そういうことなんですよ。はい、まあ、そういうことがありましたね。シンセサイザーに関してはね、本当にいろんなね、あの時代はこう逸話というか、いろんなね、うん、まあ、失敗でっていうか、いろんなことがありましたね。はい、あ、じゃあプロットの話に戻しましょうね。はい、これ1、はい、でこれが2世代目ですね。で小林さんの前にあるのが3世代目ですね。で奥にありますのが最近、去年か、去年クレーニー発売された、4世代目ということなんですね、はい、見た目はそんなになんかすごく変わるわけじゃないんですけども、これどうしますか、なんかちょっと
はい、なんか映るやつがあるんですか。あ、あります、はい、ちょっと、準備しますね。ちょっとね、はい、初めて見る方もいらっしゃるから、ね、ちょっとお見せしたいですね。大丈夫ですか。はい、ちょっとじゃあ、はい、マスクさんちょっと話ししておいていただいて、はい、いいですか、はい。まず1世代目はですね、ここのまずね、大きく違ってるのがね、ここの部分なんですよ。これ昨日僕がフェイスブックに曲げたんですけど、まあ、ここですね、左からリリースボタン、これはね どのバージョンにもあるんですけども、リリースからエディットっていうボタンなんですよ。これ実はね、エディットボタンを押さないと音色が変更できないんですね。このエディット、それからチューンのボタンですね、はい、でこの3つと、それとなんと電源スイッチがここにあるっていうね、こういうことなんですよ、電源スイッチです。で2世代目ちょっと見てみましょう。2世代目は今言ったようにリリースボタンあるんですけども、エディットボタンからチューンボタンがそれぞれ離れて止まる、ね、設置されています。で電源ボタンは裏後ろのパネルのところへ移りましたっていうことですね。でなりました。で第3世代見てみましょう。第3世代はなんとリリースボタン、それとボリュームが、さっきのはあの右上に、一番右上にあったんですけども、この真ん中に移りました。それで、エディットボタンがなくなりました。つまりエディットボタンがなくなった理由は、もうつまみを回すことでもうフレキシブルに どのつまみも自由に動くということになったわけです、はい、でチューンボタンは相変わらずここにあります。第4世代はこれはね、3とそんなに変わらないですね。まあ、ここにリリースと、それからチューンとボリューム、まあこれはあまり変わらない。で上のボタンを見ると 4の方は、ここにチューニングの A の440が出るボタンと、それからこれミディがきちんとつきましたから、ベロシティだ、アフタータッチだみたいな、そういうスイッチが切り替えるやつがここについてます。で鍵盤も種類がね、はい、変わりましたね。だから第3世代はここにちょっと上の方に映ってると思いますけども、この A の440のボタンと、それから中で作った、音色をですね、外に、まあ、はい、セーブできた、セーブできたということですね。ということですね、はい、だからトゥーテープ、フロムテープになってますが、はい、この時代テープって何使ったんですか。カセットテープ。カセットテープ。カセットテープですか。はい、ああ、カセットテープ。カセットテープ。じゃあ今昔作ったやつをまたこれ。あ、そうです、そうです。私はもう iPhone に入れてます。あ、そうなんですか、はい、iPhone から再生して取り込んだりとかやってますね。あ、はい、すごいですねということで、あとはですね、今日並べてね、初めて気づいたんですけども、実はね、形というかね、大きさ違ってるんですよ。これちょっとね、見てください、段差がある。これ1と3を比べると、ほら、これだけ差があるでしょ。はい、高さが違ってるんですよね。これなんで高さを変えたか、多分これ放熱とか、熱をねすごい持つんですよ。だからライブの時に、後でその話もちょっとしますけども、熱を帯びてですね、結構、まあ、暴走するというか、はい、チューニングがずれちゃったりとかね、はい、そういうのがあって、多分放熱性を良くするために少し底上げしてるという話ですね。だからね、この鍵盤のこの、うん、なんていうの、幅っていうか、なんていうの、高さ、今指がなかなか入らないんですけど、でこの例えば3の方やると、もうずっと奥までね手を入れることができるんで、うん、まあ、こういうところもね、多分その放熱性を良くしてるのかなというふうに思います、はい、それと小林さんとね話してたんですけど、はい、なんとね、やっぱり木の材質、はい、これ大事ですよね。大事です。見た目って、見た目大事です ね本当に。これね、1と、ね、2がね、やっぱり素晴らしい木使ってるんですよ。これアカシアですか。気使ってる、気使ってるって、もうすぐ気使いまくりなんで、私も。あ、そうですか、はい、よろしくお願いします木をね、使って、はい、いい木なんですよね。で3からね、ちょっと点抜いてきたかなっていうね、ゴールナットという形ではなってはいるんですが、うん、らしきものらしき感じが、ちょっとね、叩くとね、音も違います、ね、なんか音違うんですよ、うん、こう なんかちょっと、うん、で 4に至ってはですね、これはもうなんかこう木をいろんなやつをこう圧縮してくっつけたやつかな。ほら、なんかね、違うんですよ。違いますね。コンコンコンっていうのがね、はい、どうぞ。アップルウェット買うときはこのなんか節が入ってるとかね、あ、それは木目の流れが綺麗とか綺麗じゃないとか気にするところもありましたけど、これ綺麗な
のが入ってますね、これね、1はね。2もやっぱ綺麗ですよ、波っぽくなってて。これ綺麗ですね。これ大事ですよ。大事ですね。はい。ということで、まあ音はね、ちょっと、全部、あ、そうか。あとね、見てください。もっとすごいのがあるの。ここの幅、このパネル面の、操作パネルの、この幅と、これ3の方、ほら。これだけ違ってるんですよ。これもさっきちょっと話してたの。並べて初めて気づいたっていうことなんですよね。そう。なんでこれだけ小さくしたのかな。そうか。大きさも多少ちょっと小さくなってる。どう？あ、多少小さいです。奥行きが違いますね。あ、奥行きが違うね。1センチちょっとくらい違いますね。これはちょっと僕らちょっと解析できなかったんですけど、まあ、いわゆる他の装置がいっぱいいろんなものがついてきたで、うん、多分広げたのかな。広げたということですね。思いますけども、ともかくプロフェットをお持ちの方はお分かりだと思いますけども、まあずっと電源入れっぱなしてると後ろのこのパネルが触れないぐらいね、本当熱いんですよ。熱くなるんですよ。だから、この1はちょっと改造したんで放熱板ついてますけども、あっち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 で、この 2はね放熱板がないんでオリジナルのまんまなんですけど、これ触れないぐらい熱いんですよね、はい、で3からこうなって4はもうほら電源関係が新しくなってますから、はい、今の技術でね、非常に音もしないし、うんはい、そうですね、電源のねウィーンという音みたいなものがしないですから、はい、あともう一つねちょっとね、はい、ご説明したいのが一つだけあって、ちょっとあまり関係ない話かもしれないんで、プロフェット5の電源部のとこちょっと見てくれますか。これだけね電源が直付けしてないんですよ、この4は。だからこれねアコースティックリバイブっていう会社のですね電源ケーブル使ってるんですけども、この電源ケーブルねものすごい綺麗な電源を、あ、クリーン電源を、クリーン電源を送ることができるケーブルなんですよ、はい、だから、まあ、シンセサイザーやられる方はですね、電源ケーブルも、まあ、できたらこういう形のものをお使いになった方がより綺麗な音が作れるっていうね。で、やっぱり注意点としては日本の100ボルトですけども、プロフェットの場合100ボルトでやると、うんうん、なかなか音がですね安定しないと言いますか。そうで117の117ですね、117ボルトでやっていただいた方がよろしいかと思います。でも これはでもユニバーサルになっちゃったから4は、はい、だからこれは100ボルトのままでも全然大丈夫なんですけども、ね、まあそこら辺もねちょっと注意点かな。結構いろいろ失敗もあっていっぱいあったんじゃないですか。いっぱいあります。いっぱいあります。もうライブ直前にデータ全部飛んだりとかですね。ああ、それね、はい、それきついですね。きついです。そう、どうしたんですか。いつももう手元にですね、iPhone にそのままだからデータロードできるようにいつも準備してあるということですね。なるほどね。まあじゃあそんな感じでちょっと座りましょうか。一点ちょっと、うん、このレブワン私気づいたんですけど、うん、なんか後ろにですね見慣れない端子がたくさんついてる、ね。ああ、これちょっとご説明しますか。はい。ここにね5つボタンがあるんですけども、これね上側に倒しておくとこの鍵盤から弾くことができるってことですね。これね鍵盤から弾きます。はい。それで、ああそうだ、それで下に倒すとですね、実はこの鍵盤で弾くのではなくて、ここのいわゆるミディ情報って言い方かな、 CV ゲートの情報って言い方かな、うん、それを、受け取ることができるということなんですよ、はい、だからこれだと鍵盤弾いてももう音出ないんですね。あ、全部出ないんですよ、はい、でこれ下に倒してそれやると受けるということ。なるほど。だからこれ多分使い方としてね、まあ一声だけ最初のワンノートだけが、トリガーが自分で弾けて、はい、であとの4つだけを、外部からの CV ゲートで受けるっていう、そういうことができるってことですね。このコンスイッチです。それとその時代もミディがありませんでしたから、もうミディの改造もしたということで、レブ1にミディがついてるっていうですね。そう、レブ1にミディがついてる。でこの本日版もなかったんでつけた、はい、そういう改造がされています。はい、そうなんですよ。えいということで、はい、ちょっとプロフェットの1から4のご説明を差し上げましたけれども、まあ細かいところ見るとね、もっともっといろんなことがね、あるんですけども、まあやっぱりプロフェットですね。預言者ですね。預言者です。預言者4人いますからね。何をお願いしましょうかね。何をお願いしましょう。本当にでも浅草さん、このレブ4で、まあ、昨年12月ですね。はいはいはい。いきなり予告なしと言いますか。あ、そう。
なんか事前のなんかが漏れてる情報も全くなくて、いきなりリリースするみたいなね、はい、ことになってもうびっくりして、プロットファイブ復刻するのかみたいな、はい、いやこれはね本当に驚きました。そう、それで僕はすぐねもうそれを見た瞬間に、まあロサンゼルスに知り合いがいるものですから、その方にですね、即メールを送って、もう買うからとにかく1台押さえてくれって、はい、で、なんとその楽器屋さんにもうよ何か予約してくれて、はい、だから結構ね初期の頃に結構早い段階でなんか入手されてましたもんね、うん、買いましたね。でもやっぱりほらプロフェット5ってもうなんつうのかな、それぞれの時代の成した音っていうのはあるわけで、はい、まあ、これ使わなかった人はいないんじゃないかな。そうですね、本当に。だから僕としてはねやっぱりその新しいプロフェット5もどういう音がするのか知りたかったし、でまあ僕はこの、まあ、1はこれちょっと私のじゃなくてある知り合いの方のものを、はい、お預かりしてるんですけども、はい、まあ、この1とそれから3と4があるんで、まあ、2が必要な時は小林さんに言えば実は松竹さん の, 今お持ちのレブ3、うん、これがまた私初めて見た時ですね、これはもしかしたらあの時のというそう、はい、あの時のやつなんですよ。あの時のプロベット5でして、そうなんですよ、どっちかというとですね、まあちょっとあんまり名前は言えないんですけども、言えないんですけども、あの方のあの方の、やつなんですよ。それでちょっと見知らぬスイッチがいくつかついてたりとか、そう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 、その方はですねもうプロフェットの音色作りにはですね長けていました、長けてました。もうあの人よりも上行く人は多分いないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、持ってる方はお分かりだと思うんですけど、このフィルター、ここの発信をかけた時の微妙な調節と、うん、はい、それからこのプレット5で一番重要なこのポリモデレーションのね、はい、こことのバランスがものすごい難しいんですよ、はい、ね、そうです、音作りね、はい、で僕もやっぱりそこを一番重要してるんですけども、まあ、このフィルターのちょっとした位置をいわゆるさらに微妙に調節するつまみを、はい、まあ、その方つけてですね、左手でこう操作しながら、こうやって、その方は左利きの方なんです、左利きの方です、左利きの方です、左利きの方でございますけども、はい、だからやっぱりプロフェットを持ってる方はいろんな意味で、まあ、ちょっと電気の知識をお持ちでしたら自分で改造したりとかね、そういうこともやられてると思うんですけども、まあ本当にねこれも出て発売してだから77年に出てるわけだから何年経ってるの、44年ぐらい経ってるんですね、はい、まあ、45年か、まあ、それがそのまんまずっと残ってるっていうのはあまりそうですね、うん、で今でもこれあれでしょ、中古市場で結構いい値段まだまだしてますもんね、この鍵盤がないやつとかね、はい、そういうのもたくさんありますけども、まあ、やっぱり YMO を好きな方はどうしてもこのプロベット5の憧れというのがすごいあったので、まあ、このレプ4が出た時もですね、うん、今までやっぱりなかなか思い切って買えなかった方もですね、やっぱり安心して、ね、まあ、メンテも多分しなくてもいいだろうということで、うん、だいぶ購入されていらっしゃる方多いですね、うん、そうですよね、うん、まあ、あの時代のね、さっき100万円と言いましたけども、うん、実際に日本で買うとあの時代170万でしたね。そうですね、170万ってどっからそんな数字が出たんですかね。あの時はもう森大平さん、ね、そうですね、森大平さんがやってましたね。あれ山田さんも販売されてたんですか。一時、いや山田はやってなかったかな。やってない、なかったけど、ヤマハはプロフェットっていうあの登録商標、はい、あれはお預かり確かしてたんですよ。そうなんですね、確かに。あ、シークエンスサーキットを預かってたのかな、うん、じゃあ今回発売するにあたってヤマハさんがもうお戻ししたって、あ、戻しをされたという感じですね、うん、戻しをされて、したみたいですよ。あ、素晴らしいですね。そうですね、だからやっぱりこれだけのこの中にシンセの音をこう作る要素が集約されてるシンセってなかなかないような気がするんですよ。やはりミニモーグにしても素晴らしい楽器ではあるんですけど、うん、やはり音が特徴的だけにですね、
やっぱりバンドの中でも使われるところって結構限定的といいますか。あ、そうですね、やっぱりどうしてもリード系とかですね、まあ、ベースだとかっていうことなんですけど、このプロフェット5はどんなバンドにもですね馴染むというか、そうですね、なんかその辺がオールラウンドに使える楽器という感じすごいします。確かに確かに、はい、本当に、まあ、現代音楽やられてる方も使うし、まあ、ロックバンドの方も使うしっていうね、うん、まあ、ジャズの方ね、はい、先ほどのジョーズ・ラビーなんかもそうだったんですけど、はい、やっぱり使われているし、やっぱり魅力的な楽器なんじゃないですか、やっぱり。そうですね、オールジャンル OK っていう。そうですね、どのパートやってもですね無難にこなせる。あ、小林さんなんかやっぱりこう作っててどんな音が一番楽しいんですか。私はやっぱりパッド系ですね。パッド系か。なんかモワモワしてる感じの音結構好きで、先ほど言われたようにこのやっぱりフィルターにしても、うん、この微妙な加減のあたりっていうのがすごい美味しいところで。そうだよね、はい、確かにね。でもさ、フィルターのこれだからオシレーター、まあ、フィルターアンプって並んでるんだけど、はい、このフィルターの位置がさもうちょっと左にあった方が弾きやすいんじゃないの。このミキサーの位置にあった方がと。そうですね、やっぱりやってる時こうなりますね。なんかこんなになっちゃうでしょ。そうですね、うん、確かになんか、ね、そういうことはありましたけど、いや松崎さんってこのレブ4も、うん、松崎さんもお持ちですけど、はい、使ってみていかがですか。そうね、まあ品がいいというか綺麗になったかなっていう、うん、だから今らしいプロフェット5の登場かなと思うんですよ、はい、ね、僕批判してるわけじゃないんですけども、うん、この発売になってすぐにね、なんかわかんないですけどこの2と3とかと比べて、はい、なんか同じ音がしないっつって、はい、ネット上に上げて、はい、いやこれはダメだとか、なんかそんなこと書いてた人がいたけど、ね、一言で言いましょう、変わってて当たり前ですよ。そんな同じもん出たら買う必要ないじゃないですか。そういうことになりますね。そういうことでしょ、はい、だからやっぱそういうのは比較しちゃいかんそういうことは比較しないで、その時代のニーズに合ったその音色作りができるものになってた、はい、だからこの4に関してはこれすごいですよ。もうミディの装置ほとんど、ね、アフタータッチだ、はい、ベロシティだ、なんだかんだってこうついてる。ですぐにまあそれをいらないんだったら外すこともできる、はい、それと、まあ、この 1,2,3 のフィルターの性能とかそれとを、はい、まあ、追従できるスイッチが一発でできるとかね、はいはい、そういうものがついてるし、当然レブ1もレブ2、うん、レブ3とそれぞれやっぱり音が微妙にやっぱ違ってますし、そうですね、進化してきてると。フィルターの性能がまあ違ってる部分もあるしね、はい、そういう意味ではレブ4は長い年月経って発売されて当然進化してた当たり前だと。だから1,2,3があって、はい、このもうなんて言うんだろう、全てのいいとこ取りが読んで出来上がってるっていう、レブ4でできてるっていう、そういう感じですかね。なのでまあいろんな音楽をねやっぱり自宅でやったりとか、うん、それにはもう最適なシンセじゃないかなというふうに思います。アナログシンセを始めたいなと思って、まあ、ちょっとだけ高いですけども、はい、ほんのちょっとねだけど使うには一番最適じゃないですか。そうですね、アナログシンセを知りたいっていう意味では、うん、これを知れば全ての今までの70年代80年代、まあ、90年代も今までかな、はい、もう使っヒットした曲の あれってプロフェット5だったんだ。そうですね、もうほとんどこれで1台で完結できるという、うん、いきますね。ただやっぱり YMO ファンとしてはですね往年のファンとしてはですねやはり見た目が重要というところが大事ですね。あ、やっぱり特に大きいのはやっぱりこういったプロフェット5、特にレブ2なんかのですね、あ、背面から見た時の大きいロゴパネル、シーケンシャルサーキット、だいたいこれあれですもんね、ステージのお客さんに見えるところに置くもんね、はい、横にはサイドには、まあ、その辺がですねちょっと今回は、だいぶ変わってプリントといいますか印刷っぽくなってるのでまあそのあたり非常に残念だという声が非常に多いですよね。小林さんなんか作ってもらって貼っちゃうの。このねレブ2のでかいパネルとかがですね、うん、あるので。え、持ってんですか。あ、持って用意でもあります。え、多分某とこには多分売ってたりするんですけど。某どこですか。そのパネルをねなんか後ろになんか貼ったらどうだなんていうことをねやったりも。それいいんじゃないですか。ただね、私やってみたんですけど、やっぱりなんか雰囲気違うんですよね。なんでしょう、なんかが合わない感じがしますね、やってみたけども。ああ、このなんか背面パネルの何でしょうね、うん、あ、これ大体ほらアウトの後ろのパネルこう、はい、いっぱいいろんなつまみついてますから、ついちゃってるんで、つまみじゃないジャックが
なんかちょっと不釣り合いな感じがしちゃって、これやっぱこれはこのままの方がいいかなみたいな感じですね。そこなるほどね。でもどうだろう、それやって世界に一台しかないって、うん、それもありですよねでそうするとこのシーケンシャルのこのね部分が、あ逆ですね、こっち側ですね、うん、これがね結構大きくてこれ邪魔だね、一回なんか消した方がいいのかなといろいろ考えたんですけど、これよく見るとロゴのなんかあれが、はい、あそうかサーキッツがないからだ、サーキッツ入ってないんですね。そうだ、あそうか、ロゴのシークエンシャルは同じだな。そうですね、ロゴの形もね同じなんだね。このロゴを考えた人めちゃめちゃセンス、このロゴセンスいいと思います。センスいいよねこれね、はい、なんかね、なんでな、何なんか昔の文字に見えるのかな、何なんだろう、全然秋が来ないと言いますかね。そのプロフェットっていう、このプロフェット5っていう字も好きですね、これ ね、 いいですね、一発で分かりますよね、一発で分かります、ね、あの楽器は何だっていうのがね。で、私もこれ1台、まあ、購入したんですが、うんうん、面白かった機能がですね、うん、このヴィンテージという機能がついてるんですね。ああああ、松崎さん試されました、ご存知ですか。いや、ちゃんとはやってないですね。ちょっとしょ、これなんとなくは分かってるんですけど、1から4まであるんですね、うん、はい、うん、4段階ってことですか。なるほど、映りますかね。映りました、映りました、はい、僕持ってましょう、はい、あ、僕持ってましょう、ここにですね、はい、まずレブ1,2,3の切り替えというのがついています、うん、これフィルターの切り替え、フィルターの切り替えですね、1,2,3。でここにですねヴィンテージというのがあるんです、うんうん、ヴィンテージ、はい、これがですね実は4,3,2,1ってなってるんですね。あ、そっか、ね、逆だ。何かというとですね、まあ、これ4の状態にしておきますと、例えばこれ今出るんですね、うん、まあ普通に出ますけども、うん、これを極端にして多分1にすると、これ実はレブ3,2,1の意味なんですよね。あ、なるほど、1にするとですね、1にするとなんか分かりましたかね、今ちょっと音痴な感じになったの分かりますあ、チューニングがちょっと危ないってことだ。あ、ダメな部分なんだ、ダメな感じが出るんですね、ダメな、ダメな感じ。であとそのボイスごとにですね、うん、ちょっと微妙にですね、なんか音色というか音量がちょっと微妙に違ったりとかですね、それを再現する実はヴィンテージというスイッチがついてますこれ必要ですかねっていうのもあるんですけど、どうですかね、もう今やっぱりチューニングが合わないのってどうだろう。昔はそれがもう良しとしてやっちゃいましたけど、はいはい、ただ改めてこのヴィンテージというスイッチをですねいじった時にですね、うん、あ、確かに言われてみるとそうなんだなと、あ、改めて気づいて、むしろそれが綺麗に揃っていることの違和感というのが感じたところなんですよ。あ、なるほどね。そのまあ綺麗に揃ってると、揃ってない、そのでもそれってあれでしょ、どこでずれるかが分からない、分からないんですね、分からないんだね、はい、でもそれはなんか使いようによってはいいんじゃないですか、うん、なので要は一時ソフト申請がすごい、プロフェット5なんかもソフト申請で出ましたけれども、うんうんうん、まあ、それを使ってみて違和感というのはやっぱりそこだったのかなみたいな。あ、確かにそれは言えるかもしれないですね、うん、なんかね、あ、だって僕の持ってるタンスなんて、ね、今でも狂ってますよチューニングそれが年中やんないと、それが味なんですよねやっぱりチューニングをね演奏しながらこうやって少し触ってるっていう、ね、そういう自分がいるっていう。もちろん個体差というところもやっぱり40年も経っているので、うん、やっぱり個体差も大きいとは思うんですけど、やっぱり綺麗になってしまったプロフェットが自分のところに来るとですね、ちょっと違和感を感じてしまう、なんかそんなのがありますね。そうか、自分のプロフェットだからこの音が作れるみたいなイメージがありますね。小林さんはいつも3を、私はだいたい3をメインに使っているんだね、はい、なるほどね。こっちはじゃああまり、一応DAW やる時のマスターに今使ってます。ああ、マスターに使ってます。マスター鍵盤にプロフェット5を使える時が来ると思わなかったですけどでもねこれアフタータッチとかついてるじゃないですか、はい、僕ねまだベロシティはいいですよ、はい、あっても、はい、まあ、アフタータッチプロフェット5にいるかなっていう、はい、申し訳ないけどいらないんじゃないのっていう、まあもちろん外すことができるからそうです、ね、いいんですけど、最初は私のも全然そういう機能があるということを知らないでそのままでしたら、そうそう、なんかたまに音が変わるので違和感感じるんで、そうでしょ、強く弾いちゃうとなんかビブラとかひどくかかっちゃうとかそうそうそう、いやプロフェットはいいかなと、そ
そうですね。そうですね。からあとね、やっぱりあの、まあ、このスイッチ類のこのカチカチいう感じ、はい、これがねこっちねちょっと滑らかになったかなっていう。そうですね。うん、あのなんかソフトっていうの。ソフト。これカチャ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 言わないとね、ほら、はい、こういう感じ。これがあるといいかなと思ってたんですけどね。あとね、鍵盤がね、これはみんなあの中のブッシュをちょっとね、はい、綺麗にしてもらったんで音がしなくなりましたけど、はい、昔のやつはねカタ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 音したんですよ、はい、あれがまたね、そうですね、良かったんですけどね。なので、うん、あの皆さんのプロフェットもやっぱりあのカタカタしてるとかちょっと波打ってたりとかね、うん、あのするプロフェットあったりしますけど、一度その鍵盤のブッシュっていうゴムの交換をですね、あ、そう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 、してあげるともう見違える、うん、そう、あのめちゃめちゃ状態になりますんで、まあ、僕はそんなキーボードバーって弾けないからあれなんですけど、やっぱもう弾いてて全然いい感じですね。はい、あ、そうだ、小林くんね、すげえことを言うの忘れてた、はい、これ、はい、松田聖子好きでしょ。松田聖子大好物でございます。大好物でございます。あの、はい、夏の扉のイントロ、はい、あれこの持ち主、まあ、矢島真紀さんという方なんですけど、はい、その方があの持ち主なんですが、まあ、あの時の使ったシンセこれです。え、これで録音されたんですか。これでやってます。本当ですか。ちょっとなんか弾かれたらどうですか。夏の扉ですか。これでやりますか。いきなしですね。ちょっと待ってください。あれあのキラキラしてるのと、ユニゾンでちょっとグライドかかってる音が重なってるんですよね。確かに。そうですね。さあ、さあ小林さんが弾く夏の扉。これユニゾンモードでね、これね、あの別にそっくりに作る そういう話じゃないですからね。そうですね、これなんですね、あ、ちょっとかけすぎです、かけすぎですね。あ、まあ、まあ違うですよ、こんな感じですよね。こんな感じです。はい、びっくりした。やりますね。このユニゾンが結構気持ちいいんですね。そうそう、あのね、このユニゾンモードっていうのもね、はい、今までになかったやつなんですよ。あのオーバーハイムの僕が持ってる8ボイスにもユニゾンっていうのとあれあるんですけども、はい、こういう瞬時には切り替わなかったです確か、はい、でこれ使ったいい例がですねいっぱいあるんですけども、皆さんが多分知りよくご存知なのはライブのライブ、うん、ライブ演奏だ、坂本龍一さんが弾いた千のナイフのソロ、はい、あの CD っていうか音盤になってる、はい、あれこれ外してる、あ、これをなんかやって、はい、やってんですよ、駆使してますね。とかあともう一つはやっぱり同じ曲なんですけども、あの CD 版になってる方の線のナイフも BGM のやつですね。あれはこれも使いまくるんですね。だからあれなんか急に音圧がバッと下がってまたグヤーってなるでしょ、はい、であのこのユニゾンを入れないとグライドがかかんないんですよ、はい、あのそうですね、こういうことですね。ドーンってなる。こういう感じです、ね。そうそう。あれが入ってる。あれこれの切り替え。こういう感じの切り替えで。切り替えで。あのソロをやってらっしゃる。やってたんですよ。だからね、あの時代は本当にこう、ね、なんかこう一味なんか付け加えるのに自分の持ってる技で、はい、まああとそういう知識で音色を作るっていう ね。そういうことだったんですよ。こっちのなんか今度はユニゾンももちろんできるんですけど、今度なんかコードメモリーができるようになったみたいですね。あ、そうなんだ。ユニゾンこのなんか、これ押しながらユニゾンするとですね、はい、あ、なるほどね、こうですね、3、あ、そうか、平行でそのまま、こんな機能もなんかレブ4にはついてるんですね。これどういう時使うんですか。なんか分かんないですね。キョ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 ってこの、まあ、あの小室サウンドなんかは割と使えるかもしれないですね。こういうのは。そっち側はなんか結構重宝するかもしれないですけどね。これアルペジエーターとかそういうのは、アルペジエーターはついてないですね。ついてないですね。はい、アルペジエーターあるとねまた面白いなと思ったけど、やっぱり人が先にやったものはやらないっていう、そういうことなんですかね。結構そういう意味では非常にオーソドックスな感じの中の正常進化をしているという感じのイメージですかね。でも値段がもう半額以下、3分の1近く、3分の1近いもんね、はい、そうだよね。いや、ぜひあのこれからアナログシンセを始めたいって方は、まあちょっともうなんつったらいいんですかね、清水の舞台から飛び降りるみたいな、そういう気持ちで、そうですね、買ってしまうっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、うん、チャットにはあのイエスのオフコースのイントロやんとか書いてます。あ、そうですね。あ、そう、確かにあのイントロも確かね、これユニゾンで使ってました。そうですね、あの特徴的なね、うん、そうそう、これですね。
はい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 。すごい。これがですね。気持ちいいですね。そうですね。なんかこのユニゾンモードって、うん、なんかその音圧よりもなんかこう臨場感っていうか、はい、深みが出るっていう言い方かな。あのパブリックプレッシャーのライディーンの和美さんのギターを教授のソロに変えてます、うん、あれも多分これじゃないかな、うん、あそうね、そうですそうです、ね、そうです、ね、こういうやつですね。そうですね、そうですね。どうだっけな、忘れちゃった、うん、やっぱりそこら辺はね、本当に坂本龍一さんは本当にね、使い方をね極めてるというかね、素晴らしいなと思いますね。そうですね、まあ日本の方でもね、ミュージシャン大体皆さんこのプロフェット5はお持ちですから、はいはい、まあそれぞれ皆さんね考え方が、あの製造台数が本当7000台ちょっとぐらいしか当時からも累積でありませんのでね。ああそうか、3が、まあ、全てで、ああ全てで、ね、全てで全てでね、はい。あ、これって順番に重なっていってんの番号？そうじゃない、あ、連番でいってると思います。あ、そうなんだ、はい、あ、この世代だけで600室で終わったじゃなくて、じゃなくてそれが重なっていって、重なって184から、今度185からこういう感じになってる。ああ、それじゃん。それで累計で7000台ちょっと、7200とかそのぐらいですかね、多分そんな話みたいですね。でもそれって日本のメーカーのシンセの数から比べたら全然少ない、うん、かなり少ないと思いますね。少ないよね。現存でどこまで今残ってるのかっていうのもありますし、ああましてあれだよね、あの時代手工業っていうか手作りしてたのって、はい、ね、日本のメーカー の パネルとかあれはある程度コンピューターが作ってパネル作ってたから、はい、だからやっぱりそういう嗜好品っていうか、まあ、そういうものに対する、うん、素晴らしさっていうのがあるのかもしれないね。まあ、なのでご覧いただいている方でね、ぜひいつかはプロフェットという方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、なんかいい個体があったらぜひゲットしていただけたらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、多分、うん、多分値段ももう買わないですよね、ずっと、うんうん、1はね多分もう出てこないと思うんで、出ないですね、出ないでしょう。2と3がね、まあ4もあるかもしれないけど、はい、一番多いのがこれかな。そうですね、レイブさん3もですね、まあ3.1、3.2、3.3 と 3.3 まであったありますね。その違いって何3はですね、まあまあ、フィルターが変わったというのは大きいと思うんですけど、 そうだね、うんうん、それからですねミディがついたりとか、でこれはレブ 3.3 の最終バージョンなんですけど、うんうん、メモリが標準で120まで、はい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 、そうか、今までは 40だったのが120までできるようになってますと。あとはですね、これはレブ 3.2 かもしれないですけど、ここのところですね、ここちょっと見えますかね、見えるかな、ああこれね、はい、これ出るかな、うん、出ました、出ました、はい、ここの部分です、出ないですか、あ、出ました、来ましたね、はい、ここの部分です、ここですね、これ、ここですね、はい、インターフェイスって書いてある、このデジタルインターフェースっていうのがついてましてですね、デジタルインターフェース、これ何に使うかというと、まあ、他にもちょっと使えるのかもわからないんですけど、実はですね、リモートプロフェットっていう、ああ、リモート用のプロフェットの本体がありまして、ハービーハンコックとか、あ、ハービーハンコックが違うな、あれ リバレーションってやつだ、しょすごい、これですね、これおお、これですね、このリモートプロフェットっていうのがあってですね、はいはいはい、これとつなぐためのインターフェースあなんですね、あつまりはそうか、これですね、ちょっとどれも重た、あこれはギターより重たいんじゃない、これそんなことないか、あ重いかもしれないですね、軽くはないですね決して、そうか、あここにあれだ、モジュレーションとかピッチベンダーがついてて、はいはい、ああすごいですね、この木枠でできてる、木枠でできてる、でスイッチ類も全部プロ5と同じものが そこにあってあってですね、でこれ音色切り替え、音色切り替えとバンクセレクトが一応できるようになっていると、すげえ、なるほど、でこれが専用のケーブルになってまして、ええ、多分ね7メーターか8メーターぐらいしか伸びない、じゃあ引っ張ったらこれバーンと折れちゃいます、大変なことな、まあ、ステージ上で7メーターというとね、ギターの横に並べるかどうかという距離感を
これでできたとか、これであの ヘッドバンキングもできたで、できたということですね。これ小林さんは弾いたんですか。いや弾いたことはまだないんですけど、ケーブルがちょっと見当たらなくて、ケーブルがない、ケーブルがない、見当たらなくてちょっと今日つなげられなかったんですけど、はい、そうですか、すごいな。そうか、そういうことは3のバージョンでできたと、できたということですね。で、はい、これはもちろんないよね。はい、あ、まあもう今ミディがちゃんとしてるから、ミディのそうですね、に鍵盤くっつければ、ちょうどこちらも今あのワイヤレスミディね、あ、今これついてますけど、あの非常に便利になりました。そうですね、いや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 、やっぱねプロフェットはね素晴らしい楽器だと思いますよ。はい、俺やっぱデーブ・スミスがね、まだ若い時代に作ったシンセですから。デーブ・スミスがいつぐらいの時だったんですか。いくつぐらいだろう、あの人今20代20代でしょ、20代 で、うん、20代 でその上にもモーガン博士だ、はい、トム・オーバーヘムとかいて、はい、まあ、その人らと同じ、ね、うんうん、形であのやったわけですから、だいたいミディのあれ一番最初につないだのもプロフェットっていうか、あのプロフェットとそれからローランドのシンセですよ、はい、確かミディを一番最初につないで、ね、プロフェット600でしたかね、600だったか、はい、あとは600だ、そうだからやっぱりそういった意味ではデーブ・スミスっていう人は革新的な考えを持っていて、まあシンセを、まあ、世界中に、うんうん、ファンを広める意味でね、はい、だからやっぱりこういう名前つけたんだと思うんですよ。預言者ということ、預言者、いやとんでもない方ですな。じゃあここら辺でですね、うん、一度あのプロフェットですと、まあ、あの YMO ということ、もう YMO というのもイコール、まあ、プロフェットという、 もう代名詞になっている部分もありますので、あ、うん、まあ、そのあたりのお話をですねちょっといろいろと伺えればなというふうに思っておりますが、記憶にないものもあるかもしれないですけど、はい、やばい話もありますので、そこはあの気をつけていただいてですね、はいはい、で、YMO がですねあのプロフェット5を導入した、時期というのが、確か私の中では、グリークシアターとかですね、そうですね、そのあたりで、まあ、ステージ上には、プロフェット5を置かれておりましたが、そうそうそう、ソリッドステージサバイバーをやる直前に僕が先ほど申し上げたみたいな、はい、ああいう形で入手したんですよ、はい、で、まあもうレコーディング現場だから、あのいわゆるファーストのアルバムの頃はまだプロフェット5は登場してなくて、はい、で 2をやりだした直前だったか、もうやってる最中に持ってったのか、ちょっとそこら辺は定かではないんですけども、うん、で、まあ、持ってきまして、で坂本さんに弾いていただいてっていうのが一番最初だったような気がします、ね、確かあのこれは確かに、ね、映像の資料でもあまりないんですけれども、うん、まあ、教授のステージにはあの確かにプロペットが置いてあるんですが、うん、弾いてるところっていうのは実はなかなか映ってるところがなくてですね、実際弾いてないんではないかというところがあるんですが、グリックシアターの時はね、多分弾いてないと思う、ないんですね、予備で、はい、あの時僕2台も持ってて、はい、1台を予備で確か持ってて、1台は矢野明さんが弾いてるんでね、はいはい、だからまあそういった意味では弾かなかったのかな。それはやはりまだまだあのプロフェットが登場したけれども、坂本さん的には、まあ、ライブでやることまだ使い込んでなかったという部分もあるという、うん、まあ、どうだったかな分かんないけど、うん、ともかくあのアープの、はい、音がやっぱ坂本さん大好きだったから、やっぱりやるんだったらうちの音の方がリード系はいいんじゃないかっていうことでやったんじゃないかなというふうに思います、ね、確かにソリッドステージサバイバーのレコーディングのトラックシートとかもですね、うんうん、ちょっとこの間拝見させていただいたりした時に、うんうんうん、プロフェット5の登場っていうのは結構やっぱり限定的なんですよね、まだまだ。あ、そんなにたくさん出てくる、出てきてないね。どちらかというとメインはやはりコルグ、PS3100 とかですね。あれはね、細野さんの音作りめちゃめちゃうまかったな、ね、うん、ほんと。それとまあ 3C でまあキック作られたりとか、ね、作ったりとかね、そういうのやりましたからね。だからプロフェット5が本格的にこう使い出したのは、まあソリッドステージサバイバーの中ではそんな使わなかったんだけど、うん、その後のライブとか、はい、そこら辺からガーッときましたね、使い出したかなっていう。で翌年の、まあ、国内ツアー2000-20というツアーではもういよいよポリモーグの上でですね、教授はプロフェット5を置いてメインシーズンして、あれめちゃめちゃかっこよかったな、ちょうど上が平たいじゃないですか、ポリモーグ。
ちょっとゴンとプルエット置くためにですね作られたんじゃないかと思うぐらいですね確かに。でもね、教授はね、坂本教授はですね、あのポリモーグの足技ボリューム、はい、右側がボリュームだったっけ、あ、あ違う、フィルターですね、フィルターか、はい、で左側がボリュームなんです、はい、あれのねコンビネーションの使い方がねすごい、めちゃめちゃ、まあ、それとあとリボンコントローラー、はい、あれはねもうすごいな、ああいうのはやっぱりもう実際のリボンコントローラーもですね、なかなか難しい、慣れないの、全然慣れないですねそうだね、本当難しい、ベンダーでキュインってやって、はい、先に鍵盤離さないとキュンってなっちゃうんで、そうなんです、それ難しいんです、ね、難しい、うん、先に離さないと、で、あのペダルもですね結構踏む力が必要で、すごい、あれそんな強かった、すごい柔らかくないんですね、強かったっけ、そうなんです、なるほど、ちょっとグッとなっちゃう、あ、そう、何、いきなり踏み込んじゃう、いきなり踏み込んじゃうみたいな感じで、あ、踏み込んじゃうとね止まんなくなっちゃう、止まらなくなっちゃう気をつけないと、気をつけないとで、国内ツアーで、まあ、教授がですね、まあ、プロフェット5を使って、うん、特にあのジエンドベイジャーであるとか、人生のリードでもうプロフェットのですね、あのサウンドを炸裂という感じでしたけども、ね、あの時こうエフェクターとかね、はい、僕が記憶にあったのは確かあれ MXR のディストーションプラスっていうのをよく使ってたんだけど、はい、違うやつも彼持ってたのかな、はい、あの ちょうど今日は持ってきてるんですけど、え同じものがあんの、はい、教授がですね長年使ってたあのライブ用に使ってたのはですね、あこちらですね、見えますかね、はい、あ TC エレクトロニック、今でもあるんですか、あります、あある、はい、これブースターとね、あのライブドライブディストーションっていうですね、はあはい、これをあのプロフェットにかけてジェンドベイジャーのソロとかちょっと歪んでる音が結構出ると思うんですけど、はいはいはい、これはこのエフェクターを通した音、これはいわゆるディストーション、ディストーションですね、ブースターっていうのはディストーションってことだ、ディストーションですね、はい、あなるほど、これをかけると、これをかける、 そういう雰囲気出ますのでぜひお買い求めいただいて、これはまだ新品で売ってるんですか、確かあの復刻で出たと思います、あ本当に、はい、これはあの当時のオリジナル版ですけど、ちょっと見せてください、あ本当だ、ブーストとディストーションの切り替えがある、これそれとあとセットでよく使われたのがこちらの同じ TC エレクトリックの、うん、フェーザーですね、フェーザー、はい、ほう、この2つをですね結構教授は好んで使ってらっしゃいました、これもあれかな、手も足元に置いて踏んでたのかな、2000-20の時は確か踏んでたんじゃないかなと思います、あ本当に、ただこれですねこの組み合わせ実はウィンターライブでも使ってまして、詳しい、はい、私の知らないあのウィンターライブの、ね、教授のあの歪んだディストーションサウンドっていうのは実はこの2台ですね、これか、はい、でその時はマイナスノイズミキサーっていうのはこちらにありまして、アープの、はい、その下にあの、はいはい、イミュレーターが置いてあったんですけどそのイミュレーターの上にこの2台が並んでてですね、はい、うん、手で押してた、なるほど、あの私はですねそれ記憶に本当にないんですけど、そこまで余裕がなくても自分のことで精一杯だったっていうのが、ね、あるんですけども、あ手で押してた、手で押しました、はあ、手で押せるのかなと思って意外とあのボタンがですね、いや硬いよこれ、こっちはすごい楽に緩いんですよね、ああこれ手で押した、あのミュージックプランとかですよく見ていただくとですね、あの教授がこうやってるのも見えますんで、ね、あそこまで細かくご覧いただければと思います お持ちの方ぜひあの今返していただけると、小林さんの言ったことが正しいかどうか確認して、検証いただいて、検証いただくっていうと思います、はいはい、まあ、ちょっとあの、はい、ウィンターライブに飛んでしまいましたけども、うんうんうん、まあ、80年、秋からですね、うん、まあ、ワールドツアー、大規模なワールドツアーが、はいはい、始まるんですけども、まあ、そちらでも当然プロベート5、大活躍だったんですが、そうですね、あれがないともう本当大変でしたよね、多分ね、あれアメリカ、ヨーロッパでもレンタルしたのかな、はい、だからアメリカでも、まあアメリカはもちろんもう言えばすぐレンタル会社がね、うん、たくさんあるから借りたんだと思うんですけども、でもやっぱり元は日本から持ってったやつでみんなやってたんですけども、はい、なかなかいろんなトラブルもね、はい、あったですよ、何かあの確かドイツとかですね、うん、あの辺りでですね、まあ、プロフェットが壊れたという話が結構ありました、うん、そして、有名なところではですね、パリの公演ですね、ああ、は
ラパラスだから、うん、そちらではですね、プルベット5に代わって、うん、ジュピター4がですねセンターのメインのシーズンとして、セッティングされていると。すいません皆さん、ポリモーフの代わりにですね、実はあの下、多分あれローズだと思うんですね。ローズピアノの上に実はジュピター4がセッティングされてました。あ、なんかあれか、キーボードスタンドがなかったのかな、なかったのかもしれないですね。それでジュピター4をもう終始、前編にわたってジュピター4を使われていると。でもジュピター4で音色切り替えなんて、あれそんな簡単にすぐパンパンパンできたわけじゃないですか。もちろんなんか手元のところでですね、あれでこう組み合わせで変えたのかな。そんなにですね、あの多様 なんか音色は使ってらっしゃらなかったような気がします。そうか。それで、うん、実はですね、このベンダーですね、モジュレーションとですねピッチベンダーがあるんですけども、うんうんうん、実は今のシンセと違って、うん、1回下げ上げすぎるとですね、うん、戻らないんですね、自動的には。戻らない、戻らないってことはこうやって下げます、うん、そうするともう下がっぱなしなんですね。はい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 、はい、今のこちらのまあシンセは大体ですね、うん、下げても自動的に戻るんですね。ああ、戻ってくるよね。なのであえて自分でですね戻さないといけない。これをですね、これ結構やらかしたんです。教授は結構これが多いミスでございますね。ああ、ミスなんて言っちゃいけない、大変失礼ですけど、はい、いわゆる 戻し損なって途中のなんか狂ったところで止めちゃった。そうです、そうです。あ、なるほど。それであの例えばあの、ハンブルグとかですね、あの辺りとか、うんうん、あのその辺りの公演とかでも、うんうん、ビハインド・ザ・マスクでですね、うん、最後のボゴダの手前の、うん、こういうメロディーがありますけど、うんうん、うん、ここで下げるんですね、うん、この下げっぱなしで実はライディに行ってしまいましたですね、あの、まあ、大変なことになって後から戻すと、戻すということをよくやってらっしゃいます。あ、まあそれはもうライブですから、ね、ライブですから、あのまあいいんじゃないですかっていう感じかもしれないですけどね、はい、まあ、そういったですね、うん、ところをですね、うん、いろいろ聞くのもあの YM の音源の楽しみの一つで、うんうん、なるほどね、いいですね。まあそれから今度は、アメリカに渡ります、はい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 、アメリカに渡ると一番、まあ、日本でも有名なのが衛星中継による、はい、公演ありましたね。その時はですね、私気づいてしまいまして、レブ2からレブ3に実はプロベート変わってるんですね、うん、それがなぜなんでしょうかと。なぜなんでしょうかと。だからそれはやっぱりレンタルしたんじゃ、レンタルしたんじゃないかな。2がやっぱ調子悪くて、はい、やっぱり調子悪かったんですかね。分かんないけど、その可能性ありますよね。まあね、あれ確かね、ローマからね、はい、ニューヨークに渡って、はい、でそこからロスへ渡ったんですよ。だから3日4日間が3日ぐらい空いてたのかな。あ、その間にこの寒いところから、はい、あったかいところに行っちゃったから、ちょっと機械も調子悪くなったっていう理由にしときたいんですけどね。それであのレブ3になったので、まあ、これ多分急遽ということのうん、になってると思うんですけども、うんうんうん、割とですねファクトリープリセットにちょっとエディットした程度の感じの音色が対応されてる、うん、それがまたあの詳しいライブのかっこよさにつながってるところもあるんですよね。そうだ、ね、だってあれ1曲目ってあの例の問題が起こったらライオット・イン・ラゴスなんですよ。ライオット・イン・ラゴスですね。でもあれ教授の音完璧だったけどな。すごい、また雰囲気がいいんですね。あれね、あれ一番最高のパフォーマンスだというふうに思ってます。あれ皆さん本当に全員で松竹さん見てましたもんね。そうそう、私はですね大変なミスを犯しまして、もう幸宏さんにですね半拍ずれたドンカマを送っちゃってですね、ふか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 ってなってて、で最終的にも結構頭冒頭でもそれをオフにされてらっしゃる。そうそう、で教授はもう全然多分聞いてないですね。もう多分ドンカマちっちゃく聞いてんじゃないですかね、幸宏さんのドラム聞いて。ちょっと話それちゃうんですけど、あの教授割とあの中国音の時にあのコズミックサーフィン弾いちゃったりとかってよくあったじゃないですか。あれね、はい、まあはっきり言って目点になりましたけどね、結構面白いなと思ってて、それで割とすぐ気づくんではなくて、うん、結構弾いちゃうんですよね。そうそう、だからワンコーラスぐらい弾いちゃってるから、ね、ということは、うん、ヘッドの中では他の方のパートを一切聞いてないということなんでしょうね。わからない。いやそれはないと。だってテンポも違っているし、あれってそうですよね、うん、でもあれはね、あの多分聞いた方いらっしゃるかもしれないですけども、はい、あのすごかったなって。私は目が点になってしまいましたって感じです。確かにあの HP550 っていうね、まあ、あのビクター製のヘッドホンで皆さんモニターしてるんですが、うん、これ確かに音悪いんですよね、ヘッドホンが。それはだって昔ですから、
やっぱりあの矢野さんなんかはあのゼンハイザーとかね、はい、ああいうの使ってたからあのすごくクリアに聞こえてるんですけど、はい、まあ、あれが良かったんでしょうね。だから私も、まあ、あの松崎さんとご一緒に、うん、あのトリビュートのライブとかですね、うん、あのステージに立たせていただいてますけれども、うんうん、やっぱり実際やってみると、うん、音がですねもう中でぐしゃぐしゃになってしまう、うん、あ感じは確かにあるんですよね。周波数特性があんまりよろしくないっていうあれかな、はい、なので割と他の方の演奏をですね割とボリューム手元で絞ってしまうという傾向はなんとなくあこういうことなのかなというふうに気づいたりもしましたけども、そうだった、はい、はい、そして、まあ、あのアメリカの公演が終わって、まあ、日本に戻ってきて、うん、まあ、最後、武道館4日間と、そうですね、いうことになります。まあね、あの時もねやっぱりプロトファイブね結構まあ、熱暴走じゃないんですけどもやっぱりいろんなトラブルがあった記憶がありますね。なんかね、特にあの武道館で印象的だったのがあの、まあ、これも後ろに背景で、ね、これあの私どものトリビュート松崎さんと一緒にご一緒させていただいたけど、なんか真ん中にいる人だいぶ痩せてるな。まあいいや、これ3年前ですねあのやっぱりあの電飾ですよね。あ、電飾ね、はい、あれねもう白熱球なんですよ確か。あの特に武道館の場合は色違いの電球が3つぐらいなんか入ってたんですよ、ね、中に入ってたんですよ。だからねもうすごいつくたんびに熱いのすごかった。で武道館は床面も光ってましたから。そう光ってた、あれも熱い、はい、だから僕のとこなんかさ年中後ろも下もパン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 ついてたから、はい、結構ねやばいなこれ暴走しちゃったらどうしようでもまあ起こんなかったんですけどもですね。あれあと私も伺ったんですけども巨大なリレー装置がステージ裏にあって、ああそうそうそう、あの要は白熱球の音符をやるのに今はデジタルですぐできちゃうんですけど、うん、昔はリレースイッチで信号を音符を機械的にやってたんですよね。ちゃんと送ってね、そうそうそう、それがあのマスの分だけ後ろにあるという、ある、そう、それがガシャ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 動いてたというそれでマスっていう曲ができたのかなあ違うねごめんすいません、すいません、皆さんすいません、うん、まあそういう、まあ、非常にアナログチックな部分もですね、うん、あの見え隠れする、まあ、そんな印象が全然感じないようなステージなんですけども、いやあのステージっていうかライティングはねやっぱり度肝も抜かれたんじゃないかなと、はい、思いますよね。あの当時あんなできなかったから、できなかったと思います、ね、できなかった、うん、それで、まあ、教授もですね、まあ、あのワールドツアーの基本的に構成は一緒の機材を使っているんですが、うんうんうん、まあ、あの武道館ではですね、まあ、特に、4日目のテレビ収録で見て、うんうんうん、皆さんも見てご覧、うんうん、分かると思うんですが、うんうん、プロフェット5がですね2台、はいはいはい、正面にあって1台斜めに置いてあるんですね、うん、そう斜めに置いてある。あれはですね多分初日からは多分置かれてなかったのかなというのを思うんですが、だから多分やっぱりこう事故が起こった時用に置いといて、それでまあ急遽ダメになったらそっち引こうっていう、はい、そうだったんだと思いますよ。ただで割とやっぱりあの終始ですね武道館でもプロフェットがかなり調子が悪くなってたという話もありまして、そうそう、ね、まあ、テレビ収録もあるためにあの予備に置いといたというところもあるのかもしれません、うん、そうですね。それあれかな、予備のやつを入れ替えて引いたのかな、どうしたんだろう。あのライディングの時にあのテレビのねやっぱ映像なんか見るとちょっとしたあの B メロ弾く時はそのもう1台を弾いてたりとかしてましたけれど、対応はされてないとは思いますね。なるほどね、それ聞いてみたいですね。なぜそうだった、ぜひねちょっとそういった話をですね、覚えてないよって言われるかもしれない、間違いなくそう覚えてないと思いますけどそうですね。それでまあ戻ってきてですね、はい、まあ、あのすぐ BGM の年を超えて、うん、BGM のレコーディングが入るんですけども、うん、もう BGM になると今度はプロフェット5がもうそれしか使ってないんじゃないかという、そう、まさにね先ほど申し上げた通り坂本龍一さんはですね、まあ、プロフェットを極めるアルバムですね、音色作りで。だからさっき言ったそのちょっとした細かい部分、そこもやっぱり音作りの中に必要だっていうことでね、はい、改造したっていう、はい、まあ、ゆえんなんじゃないかなっていうふうにはね、思います、ね、その時にはもうそのなんか先ほど言われたちょっとした改造みたいなことはまあいろいろされてたと思いますよ、ね、うん、多分、うん、まあ、実際の私もやっぱり BGM のですね音作りを結構真似て頑張ったんですけど、いやなかなか BGM はですねかなり敷居高いですねあれねエフェクトも凝ってるんですか、そうなんですよね、
僕も分かんないもん、だって自分の音が違う形になってるから、あれこれこんな音作ったっけなっていう、うん、だからエフェクトアルファスタジオってね、はい、もうエフェクトの宝庫だったですからね、もうすごかったですよ。特にやっぱりプロエット5をお持ちの方もぜひあのエフェクターにもあのちょっと凝っていただいて、ね、そうですね、エフェクトやっぱりね、まあ一応決められたエフェクトっていうのはあるんですけども、やっぱりこう特殊な音色が作れるエフェクトっていうのも、はい、やっぱりお持ちになってた方がいいかなって思いますね。で今日もですね、あのプロベットにはあのディレイをかけておりますけれども、うん、これはあの YMO ディレイという言われている有名なですね、ヤマハのあの E10 という、まあ、1010を、つなげてございます。これ小林さん何台持ってるんですか。これは今4台ぐらい持ってますけども。そうですか、じゃあ1台ぐらい私に預かってでこのディレイはもう本当大活躍です、ね、いやこれ、ね、レコーディングではこのディレイにね、あのいわゆるボーカルに使ってもいいし、幸宏さんのボーカルこれですからね、ほとんどもうソリッドサバイバーからこれですよ、ね、もうこれなしでは幸宏さんのボーカルは取れない、取れない、取れないっていう、ね、その通りですね、その通り、うん、4台すごい、4台、じゃあ後で相談させて、ぜひ、はい、わかりました。また松竹さんのまたいろいろまたお持ちの機材もぜひまたいろいろ、そうですね、あのなんかいろいろと面白いことをねやってみたいですね、うん、あなんかチャットの方に宇治さんがなんか来られて、来られてみたいですよ、宇治さん、ぜひ宇治さんにもですね、あのぜひ今度遊びに来ていただけたらなと思いますけども、はい、はい、わかりました。あのたくさんチャットをあのいただいておりまして、なかなかすいません、見れてないんですけど、うんうん、何かあの質問、松竹さんに質問等ありましたのでどんどんチャットの方に入れていただければ、できる限りあのお答えさせていただきます。難しい質問はお答えできませんけどそれリアルにそこにすぐ表示するんですか。そうですね、あのリアルで出ますので、はい、じゃあどうぞ。いやあまだちょっと質問はちょっと来てないですけどね。そうですか、はい、小林さんがさっき言ったようにこの4をもうメインキーボードにして、はい、そうですね、メインキーボードって言うか、まあ、確かにあの弾く機会はでもこれが多いです。これだとさ60件しかないじゃないですか、はい、これいいんですか60件で。まあ、それとは別にあのちょっとまあ LP とかあるので、まあそれはそちらでやっちゃいますけど、あこれってほらトランスポーズはこっちで回すしかないから、はい、ね、そんなあのソフトシンセみたいなプルルって、ね、切り替えられないけど、でこれあの鍵盤ファターという、鍵盤で、まあ、非常にいい鍵盤なんですが、疲れない、疲れます、ちょっと重いんですよね。あ重いんだ、重いって言います、何ですかね、あの打力なんですか、跳ね返りがちょっとあるんですよ。あ強い、強い感じしますね。あそうなんだ、実はあの今までのプルベットってすごい鍵盤がすごい弾きやすいんですよ。ああ分かる、なので、うん、まあそこもどちらがいいかっていうのは弾いていただけると、まあ、キーボード弾かれる方はだいぶ差があるんじゃないかなと思います。これってやっぱりあれかな、キーボードで直接弾いて鳴る音と違う鍵盤でミディで送って鳴らすのとやっぱ違うのかな。どうでしょうか ね、まあ、ね、そこら辺の検証ってあんまりねやられてないから。で実際私もあのこれも MIDI ついてますし、レブツボ MIDI ついてるんですが、例えば DAW からちょっと鳴らしたいなんて言ってもですね、やっぱりちょっと遅れちゃうんですね。ああまあそれもしょうがないですね。そうですね、それはしょうがない、やっぱりあのいわゆる演算させる時間が必要だから、はい、それはしょうがないですね。えそういう時ってどういうふうに解消してるの。遅れたまま録音しちゃう、遅れたまま録音して後からちょっとずらします。あそれが一番いいです、はい、ただあの均等に遅れてくれればいいんですけど、あなんかばらつきがあるんですよね。あ音がかわーっと重なってるところは、えそれはこの4でも、4は大丈夫だと思います。これかこれですね。あだからそれがさっきのヴィンテージですよ、はい、ヴィンテージの少しじゃないですか。まあそれいいんじゃないですか、遅れて。逆にあのそれが良さだったりします、やっぱり。ああ分かる分かる、特にあのリンドラムとかもあの使って最近いろいろ使ってるんですけど、 あれも結構もたるんですね。ああなるほどね、そのもたりがいいグループ出してるんだなっていう改めてあのレコーディングして波形見るとすごい遅れてるんですよね。それは均等じゃないんでしょ。均等じゃないです、こうなってるんでしょ。こうなってます。あ僕はねあのさっき言ったそのずらすっていうのはね、はい、もう遅れたまま全部レコーディングしちゃってるんですよ、はい、でね
と例えば分かんないけどドラムの音を全部取ってでドンカマも、はい、その遅れたまんまのドンカマを作っといて弾いた感じで、ねはい、作っといてでそれでやって、で最後に全部ドンなんですよ、なるほど、確かにそれでだから要はミディデータを早くしたり遅くしたりしたらあなんだか分かんなくなっちゃうじゃないですか、だからそれちゃんと頭にちゃうんですよ、っていう感じですかね、あなんか質問ですか、はい、ちょっとすみません、宇治江さんから質問が入ってますね、宇治江さん私に質問なんかしないでくださいあのレブ1-2と、レブ4との違いはどうですか、レブ1-2と4の違いですか、いやレブ1とレブ2はそんなになんか変わんないんじゃないかなと、あの 音色のことですよね多分ね、そうだと思います、音色のことです、はい、これはあんまり変わんないような気がする、レブ4はもう完全に違いますね、あのいわゆる近代的な音っていうか、はい、研ぎ澄まされた、はい、あの綺麗な音、綺麗な音ですね、だからどっちかというと1はですね荒くれ者でここでちょっと不良になっちゃったみたいな、はい、で3で少しあの改心して、はい、まともなまともな見してでなおかつもっと上を行きたくて4になったみたいなね、はい、そんな感じですかねだからこれね1ってねちょっと今もう時間もあれなんで あのあれなんですけど、あのフィルターのね荒削りなんですよ結構、だから音がね結構歪むっていうかね、ちょっとさっきあのイントロで出してた音なんかもそうなんですけど、このフィルターの特性、あの結構荒いフィルター、まあ、それがいいのかな、そうですね、だから多分ねこれ分かんないですけどパッドの音が作ってブラスっぽい音を作るとねちょっと歪みっぽく聞くんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、まあそれもプロフェットの一番初期の、ね、初期の音としてはいいんじゃないかなというふうに、ね、思いますね、こんな感じでございます、それであとですね質問がちょっと続々と今入ってますね、シーケンシャルのプログラマー、プログラマーとありました、ね、ああ700、はい、プログラマー700、はいはい、は、MOOG 3C の何を切り替えてたんですか、エンベローブですかという質問が、オクターブ切り替えとかあとフィルターとあとエンベロープですね、はい、これを曲ごとに YMO の時ですよね、ライブの時ですね、あれを切り替えてました、メインになるシークエンスの音ですね、あれをねやっぱりさっき その間違えるとやばいそのオクターブの切り替えとかね、その部分を覚えさせてましたね、うんうんうん、はい、そんなふうにやってました、はい、あと HP550、まあ、ヘトンですね、とシュアーのヘトン、あのマイク、ああマイク、どうやってくっつけていたんですか、まあ、これはじゃあ私のさ、ネジをですねあの横にですね穴を開けてですね直接取り付けています、はい、そのあの取り付けのですね角度も非常に重要なので、これはまた改めて別の回でですね解説ぜひ、角度があるんですね、あここの来た時のそうです、ついてればいいんじゃないですね、やっぱ同じような角度でつけなきゃダメですね、それ人それぞれ角度違ってたと思うんですけどね、まあ、同じように皆さんついてるので、あじゃあ、はい、あのちゃんと角度がありますのでね、その辺も今度あの改めてご案内したいと思いますけど、はい、すごいですね、はい、あと、3回ライブの教授のエフェクターってどんなものでしょうかと、はあ、ですね、何ですかって言ったんだろう、あの MXR のエフェクター、ラック型のエフェクターも入ってますね、はあはあはあ、はい、それとですね、まあ、MXR の、エフェクターが2種類入ってたんですけども、実は、オリジナルのですねものがあの青い、ああロードランナーという、ロードランナーっていうラックに入ってるんですけど、実はオリジナルのほとんど作られたものが入ってるんです、作ってもらった、作ってもらってるの、え、それディレイとかそういうことじゃなくて、そうです、あのディレイとかももちろん MXR のものがつながせたりもするんですけれども、その他にですね実はオリジナルのものがですね、あのたくさん入ってまして、あそれが実際何なのかっていうのはちょっと正直わからないです、はあ、じゃあご本人に、ご本人にわからないよって言って返事で終わりかもしれません、終わりだよって、はいはい、ちょっとこれはですねまだ引き続きあの検証をしていきたいと思いますので、小林さんそれ一番得意な部分ですから、はい、検証していただいて、検証していきたいと思います、はいはい、あといい意味のモジュラーは、なぜ持ち出さないんでしょうかって、ん持ち出さない、あ多分松竹さんがいろんなところに使われるのは 3C がかなり多い、あ
いや別にそういうことじゃないんですけども、まあ、あの自宅近くの倉庫に入ってるんですけど、もう家に持ってきちゃうとですね大変なことになってしまうので、その場合はボングスリーをしまうしかないかなと、はい、いうことなんですけど、いや今度家に1回2台並べてみますかね。どうなるんでしょう、よくわかりません。家にですか。あ、ここに並べ、ここに、あ、ここに並べてほしいってことですか。あ、こういうふうに。ぜひ、それはまた改めてね、どこで改めて、はい、はい、意味もねバリバリに動きますから大丈夫ですよ。はい、そしてあとはですね、うん、この後ろの写真はいつの写真ですかっていうのもありましたね。後ろの写真、あの背景の写真ですね。あ、これはですね3年前にですね、はい、あ、やった時の写真ですね。すごいな。これあの松竹さんももちろんあのフル支援いただいてですね、これはこの時確か武道館のですねそうだ、あのトリビュートライブということで、これは後ろの電飾もですね同じパターンを全部作って、僕らあのリアルにはね見れなかったんですけども、はい、あ、すごいですね。ほぼ、同じ機材を全部セッティングしてましたから。いやいいですね。なかなか見るとですねらしく見える感じはありますけどね。アッコちゃんの時のオーバーハイムもね、あ、8ボイスをこれね修理してちゃんと鳴らして、はい、チューニングもちゃんと合わせてですね、アッコちゃんが使ってた実機をですね、実際ステージに使わせていただいてですね、そうですね、はい、やっております。いやすごいすごい、はい、はい、でそれでですね、まあ、あの今日はですね、うん、あのもうどのぐらいやってますかね、1時間も今超えてますけれど、うん、あの楽器を中心にしたところの角度からは YMO について話そうというふうに思ってですね、まあ、今日はプロフェットがメインだったんですけど、はい、まあ、急遽ですね、うん、私先ほど思いました、うん、多分こういう話をしても1時間の枠に収まらない、収まらない収まらないほどネタがたくさんありますんで、なるほど、まあ、今日はですね坂本さんブースというのうん、一つということでプロフェットやりしていただきました、うんうん、これをですねメンバーごとにですねテーマを変えて、すげえ、やっぱりやるべきではないかと思うんですけどね。すごいな、皆さんいかがですかね。あ、どうですかね。いや、やったことないんで、ね、ぜひあの面白いじゃないですか。面白いなと思うんですけど、まあ、あの頻繁にはちょっとスケジュールもあるので難しいんですけど、まあ、あのゆきひろさんのところ の, あのアルトサウンドとシンドラの、はい、あの 音作りとかね、はい、あの音作りをじゃあプロフェットでやったらどうなるのか、 とかですね、そういうのもやってみたいですね。で教授だけでもですね、今日はプロフェットだけですけど、うん、まあ、ポリモーグだったりとか、ジュピターフォーズでボコーダあったりとか、あとポリモーグお持ちでしょ。あ、そうですね、今オーバーホールしておりますから、ポリモーグ、はい、ああ、いやいや、それだけでもなんか3回分ぐらいなんか、ああ、いいんじゃないですか。そして幸宏さんと細野さんと、そして松竹さんのところでも、ここではぜひ先ほどのあのいい意味もですね登場していただいて、本当ですか、はい、そうすると多分最低でも10回ぐらい続くんじゃないですか。すごいね。そうか、いけるね、はい、それ以外にそのさっきのヘッドホンじゃないけども、ああいうそのそういうところもで、小物、小物類も含めて、ね、あのやると、で衣装なんか入っちゃったら大変なことになっちゃうね。衣装作りのコツもなぜひ教えるところをやりてみたいな。衣装作りのコツを教えるすごい、ね、特にあの幸宏さんのコーナーでは、うん、うちのトリビュートバンドのドラム担当はですね、あ、各年代ごとの幸宏さんのセット、フルセット全部持ってますんで。本当、はい、たまスーパースターのスター、もう79年版80年のセット、ウィンターのセット、3回ライブのシモンズのセット、うわ、全部の時代の全部のフルセット持ってますんで。で、それすごいわ。それまさか家に並べてんじゃないですよね。家に並んでるんですか、ね、並んでんだ、並んでるんですよね。じゃあその時はそこへ行って違う。あ、そうですね、もう下をいやもうここへ持ってきて、ここはもう無理ですから。それかもう1回ごとにですね年代別のドラムをね分けてやるからですね。うわ、それどうやって説明するんですか。どうやって説明しましょう。なんか僕前そのご一緒した時にですね、なんかあの、はい、何スティックのケース、はい、とかそれもそっくりにこう持っている。79年 の,、うん、あのドラムセットの下に幸宏さんのスティックケースがあるんですけど、まあ、それはもう今現在手に入らない。手に入らない。どうしようか、作ればいいじゃない作ればいいじゃないかということでですね作ってましたね。それもある。あります。そしてそれをですね作った完成品をですね確か松竹さん経由で、うん、
幸宏さんに見ていただいたんですよ確か。あ、そう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 。で、多分こんなこと、こんな感じだったよって言われて終わっちゃった。終わっちゃったっていう。そう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 。そういうお世話になりました。そうだ、思い出した。そうだ。いや、そういう衣装とかそういう小物周りに、ね、はい、使ってたもの、はい、それそういったものも一つ一つね、なんか皆さんにこうなんか見ていただいて、松崎さんもまだ衣装お持ちですもんね。ありますよ。でほとんど着れませんけどね。そういったあの本物のそういう衣装をですね、ぜひこういう場でちょっとみんなさんで見ていただくのも面白いな。あ、ウィンターライブのはまだ着れるかな。あれゆったりめに作ったったから。松崎さんのあの黒いバージョンですね。黒いバージョンですね、はい、あれはぜひあのじゃあウィンターライブの会はですね、松崎さんにその衣装で登場していただきたいなと思います。本当ですか。はい。なんですかそれ。いやいやいや、はい、わかりました。はい、で、まあ、あの最後にですね、はい、あのちょっと時間もそろそろ、もう1時間ぐらい経つので、はい、まあ、最後にちょっと松崎さんなんかワンの音とかでちょっと音をですね出してできればなと思いますけど。音を出すですか。まあ、さっきねちょっといろいろとやってましたけど、はい、まああのワンはですね、さっき言ったようにちょっとノイズ系の音がすごくいいんでね、なんかそんなものをさっきちょこっとだけ作ってみたんですけども、こういうねリングモジュレーション系がすごいいいんですよ。まあこんな感じですね。はい。から2もどうでしょう。あ、2はごめんなさい。あ、2は今出ないか。おっと。あ、つながってないのかな。ごめんなさい。あ、つながった。はい。すいません。つながってなかった。2はつながってなかった。はい。じゃあ3の方。3ですね。3はですね。はい、まあ、そうですね。まあ、先ほどロサンゼルスで3月からやってたということなんで、うんうんうん、割とファクトリープレセットをちょっとエディットするとですね、うんうん、まんまロサンゼルスの音になるという。うん、あ、そうですか。はい。まあ、こういう感じですね。あ、いいですね。あ、その揺れ方なんかもめちゃめちゃいいですね。あ、それは今フィルターにかかってるんですか。そうですね。あ、こういう感じの音とかね。なるほど。あとコズミサフィーなんかも使ってますね。あ、こんな感じですね。はい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 。そしてあのハーモニカの音っていうのがあって、あ、はい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 、こういう感じですね。そうですけどね。そう、教授はね、その場所場所で切り替えて、ね、弾いてましたから、こういう感じですね。これね、音色を切り替えるときにね、うん、ボリュームはある程度合わせとかなきゃいけないですよね。そうなんですよ。そういうものもね、気使ってきちんと ね、音色によってばらつきがすごい大きいので、でっかいからでかく出ちゃうっていうのはね。今の楽器はこのマスターボリュームを覚えてくれてるんですよね。そうそうそう、それはすごい楽ですよね。でもね、便利になるとね、なんか自分でやることを忘れちゃうからね。そうです。まあ、そういうのはあんまり使わない方がいいかもしれない。あ、あとこれとかもある。これ、うん、これなんかそうかな。これとか。ほら。ああ、そういうやつね。はいはいはい。なんかあのサウンドストリートってことですね。これなんか、ね、こういうやつですね。そういう音が。これ聞くだけですね。今見てる方はみんなこれだけでもうご飯食べれちゃうぐらいの感じ。もう一回やる。もう一回やってきます。いいじゃないですか。やっときます。いいじゃないですか。あとは、あ、あとこんな音も入ってますね。ああ。あとはあのテクノで行くとか、まあウィンターライブでもそうですけど、うん、こうですね。あ、そうですね。そっくりじゃないですか。これそっくりです。結構結構。お。これやつですね。いいじゃないですか、この音色。これ結構いいよ。これ音色売っちゃいましょう。これ、じゃあ、あの、1ダウンロードいくらで売っちゃいますね。いやいやいや。あとは、まあ、先ほど、あの、松崎さんの方でポリモジュレーション。ああ、そうそうそう、まあ、あの割と金属的な音とか、うん、あの鐘の音が、ね、まあ、ポリモジュレーションで作れるんですけども、ね、まあ、それ以外の使い方として、うんうん、例えば上昇音みたいなのも、割と作れるんですよね。うん、そうですね。そうですね。でエンベロープはね、ここに入ってるから、ね、そうですね、これがいいんですよね。ちょっとなんかやってみますかね、でこっちをですね、うん、でこれでですね、アタックフィルターのアタックをですね、うん、やると、
これね、あの曲だ、あの曲ですねあの曲だもう皆さんねお分かりだと思いますが、あの曲のイントロがこのようにあのポリモジュレーションを使うと、作れるという感じでございます。はい、素晴らしい、素晴らしい、はい、というわけでですね、うん、はい、あのたくさん本当コメントいただきましてありがとうございます。まあ、あの今日は急遽ということでですね、2日前に決まって、うん、あまり打ち合わせもそんなになくですねあの割と本番版で今お話ししてますけども先ほどお話ししたようにですね、ちょっと各メンバーのごとにですね、これすごい企画ですよ、これ無料ですから、ええ、他の人できないです、できないですよね、ええ、そのドラムセット全部ある、全部あるそれ参った。でまたあの松崎さんがですねこういうあの対談をするときに私あの単に一ファンですから、一ファンとですね対談をする機会というのは多分今までなかったと思うんですよ。そうですかなかったと思うんですよ。何もやっぱりどうしてもあの音楽関係の取材の方であるとか、うん、音楽誌の取材の方とかだったんですけど、うんうんうん、一ファンなんで、うん、あのちょっと見てる角度が違うところが皆さんものすごい細かいんでね、皆さんに伝わっていただけるといいなと、いやいや素晴らしいなと思いますけど、いうふうに思いました。はい、ありがとうございます。その質問された方ね、はい、なんか全部、ね、回答してあげたいんですけどね。そうですね、あとはですね、あのなんか後ほどっていうことになるかもしれないけど、そうですね、うん、はい、ね、ありがとうございます。はい、ではまたあのですね、改めてですね、あのちょっとそういったあの企画をしてですね、あのぜひまた開催したいと思いますので、ぜひまた10回ぐらいはありますので、はい、ぜひあのお付き合いいただけると嬉しいなと思いま います。ぜひ皆さんもご覧になってください。はい、そしてあのこの後ですね、うん、松崎さんの、ラジオ、ロジックレディオはこの後、はい、10時から、はい、始まりますので、ぜひ聞いてみてください。で今日は私さっきちょっと、内容を見たんですけど、ね、松崎さんと坂本さんを引き合わせた方がゲストだという、そうなんですよ、はい、寺本幸二さんという人なんですけど、ね、はい、まあ、この方はもうとんでもないもう音楽プロデューサーでございまして、本当にあの人が坂本さんを僕に引き合わせてくれなかったら YMO で僕が一緒にできなかったっていう、そういう方でございますので、そういうお話も後ほどしますので、ぜひ聞いてください。はい、ぜひこの後もロジックオーディオでお楽しみいただければと思います。はいはい、最後に松崎さん、はい、これです。テクノは忍耐、何があってもめげない、これで貫きましょう。コロナもね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当は、すいません、じゃあ、1時間半ということでですね、まだゴールデンウィーク、最中でございますけどもね、皆さん本当にお体に気をつけて、お過ごしいただければと思います。また改めてですね、企画の方発表させていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。